こんばんは、キュートハウスです。2024年4月の今日は何日でしょうか。14でしょうかね。13かな。土曜日です。今小桜ちゃんの部屋の、洗ったやつの付け替えをしたんですけど、まあ絶対来ますね、白原軍団はね。片付けたいんですけどね。ママもう片付けるよ。破壊してどうすんの、破壊して。俺キャンディパパは今窓の外をおとなしく見ております。あくん、スーちゃんお部屋にしないのよ。いいね。もうすぐ産卵しそうなムースとラムです。はい、ムースもパパも大きいイチジクをもらいました。あんまりこんなイチジク大きいの渡すことないんですけどね。ママは？ママはリンゴ食べてる？はい、今6時ですね。6時です。はい、そろそろ今日1日が終わりますよ。ママなんかいる？はい、ママのお気に入りの場所に来ました。いや、はい。やっぱり大きいでしょ、1個は。下にここに小桜が集まっているのはトコちゃんが広告を1枚もらっちゃったからです。なぜもらったかというと、さっきあっくんにいじめられたのでお詫びに広告1枚入れてあげました。古いね。はいはいはい、ちょっと待って、はい、今度はリンゴ大きいまま食べるそうです。パパあっくん、ママもいる？ママもじゃあ上に。ママは女の子だから半分。ママ。いや、乗ってこんでいいんだよ、乗ってこんでいいんだって、すーちゃん。降りてよ。しまった。ベッドの上にいっぱいあるんですけどね、広告ね。みんなが。トコちゃんだけずるいと集まっております。我が家にノーマルが7羽いるんですけど、コアがここにおりますね。ずるいね。ずるいか。